の愛知です。6月の下旬になってきまして、まあ、定期テストが終わった方もちょこちょこ出てきたかなと思います。まあ、時期によるとは思うんで、みんなのね、地域によるかと思うんですけど、まあ、真っ最中の方もいれば終わった方もいると。まあ、だんだん終わってきますよね、定期テストが。で、今回ですね、その定期テストが終わった後に、やり直しはやるつもりなんですけど、やり直し以外でやっとくべきことってありますかっていうのを1年生の子から質問が来まして、まあこれをね、1年生だけではなくて、まあ2年生3年生にもぜひね、これやっとくといいよっていうのを自分が思っていることを1個お伝えしようと思います。で、それがね、何かっていうと、その間違った問題のノートを作ってほしいんですよ。だみんな専用のみんなが間違った問題集ってやつです。で、例えば、つまり作り方は簡単で、例えば学校の定期テストありますよね。プリント、だってプリントかなって来るじゃないですか。で、間違ったところ切るんですよ。ちょきちょきって。切ります。で、それを貼っていくだけです。貼っていくだけ。そう。っていうの。それだけです。やるのは。で、これを例えば学校のワーク。ちょっと問題集が読めるかな。まあこれちょっと埼玉のね、まあ前ちょっと動画で使いましたけど、模試なんでね、これ模試の過去問なんですけど、これとかでも全然よくって、やるじゃないですか、プリント。で、やってもらって、で、ただ、その学校のテストにしても、ワークとかさ、書店のな問題集とか、こういう模試の過去問とかもそうなんですけど、例えばじゃあ、このページの、この問題を間違ったから切っちゃうとさ、これ裏もあるじゃないですか。で、裏の方も使いたいのにってなっちゃうと、まあ、コピーが必要になっちゃうんですけど、基本的にはまあコピーが必要だったらコピーしてください。まあ自宅になかった場合はね、コンビニ行ったりとか、まあ塾でさせてもらったり、学校でさせてもらったりの作業が必要になるんですけど、人って、そのまあ勉強だけじゃなくって、過去のことってほんとどんどん忘れていくの。だって、まあみんな若いんでね、昨日の夕食なんだったって聞いたら、あ、あれってすぐ思い出すかもしんないけど、2日前、3日前、4日前ってなったらだんだん無理なんでしょ。覚えてないと思うんだよね。で、これ、間違った問題もそうで、例えば今勉強しましたと、何か間違えるじゃないですか。うわ、これ間違ったよ、みたいな。で、それを、じゃあ、一週間後ね、何も確認せずに、そうね、覚えとこうとかってしなかったら絶対忘れるわけ。もはや、何の問題間違ったっけぐらいのもう感じなんでね。あ、なんかやったらなんか間違った気もするけど、なんだっけな、みたいな。何も残ってない。これすごくもったいないんですよね。勉強していくときに、まあ、間違った問題に出会う、できなかった問題に出会うっていうのは、よくね、自分はいい出会いっていう話をするんですけど、わかる問題とかさ、できる問題っていうのは、もちろんそれをできて、よっしゃ、できるようになってるぜっていう自信をつけるためにはプラスなんですよ。もちろんいいことなんですけど、でも、自分のレベルを上げたいんだったら、できない問題とか、わからない問題に出会わなきゃいけないんですよ。それをできることによってレベルが上がるわけなんで。だから、その、出会った時に、それをちゃんと残しとかないと。一週間前できなかったことなんだっけなーです。誰もレベルが上がってない、それじゃ。そう。で、もちろん、そのね、間違ったからじゃあ、二日後にもう一回確認して、三日後に確認してって、それを復習していくことでね、確認することももちろん、それでオッケーにはなるんですけど、じゃあ、それを、じゃあ、二日後にやった、三日後にやった、同じ問題をね、一週間後、十日後、十五日後って、そんな確認できないじゃないですか。だから、ノートに一冊にまとめておけば、今まで自分が勉強した中で、できなかった問題だけが集まってる、みんな専用の超優秀な問題集が出来上がります。で、これは、ま、ほんとめんどくさいなって思う気持ちはわかるんですけど、ほんとコピーして貼るだけなんで、ぜひやった方がいいです。1年生から。1年生からやった方がいい。早くからやった方がいい。なぜならその分問題が集まるから。で、その時に、自分がよくやってた、やらせたね、方法なんですけど、ちょっとごめんなさい、ノートがね、板書ノートなんで、あれとか。このノートありますよね。で、大体自分がその、プリントね、まあ、貼るじゃないですか。それを貼るんですよ、上に。で、貼って、で、これ、ね、好みが分かれるんですけど、そのすぐ下に答えがあった方がやりやすいという方もいらっしゃるんですよね。どうせ隠せばいいじゃないですかって答え合わせ、上とね、下見比べるしっていう方もいるんですけど、自分はそれダメなタイプで、なんでかっていうと、パッてめくった時に無意識に答えに一瞬目がいっちゃうんですよね。で、一瞬でも答えに目がいった時にヒントもらってるんですよ。ちょっとそこの情報を得てる。だから、完全初見というか完全な、なんかちょっと忘れてるかもっていう状態で解けないんだよね。そう、それがすごく嫌で。だから自分がよくやってたのは問題やるじゃないですか。で、一番はもう問題やって、その問題集と一緒で、問題だけが載ってるのと答えが載ってるノートにしてあげるとか。あとは、こっち、右側に問題を固定するの。こうやってね、右側に問題を作って、これの裏めくったとこに答えを書くみたいな。だからもちろんね、こうやってやんなきゃいけないんだけど、でもさっきみたいに、パってこの問題やろうと思った時にヒントはもらわないじゃないですか。それはね、なくなるんで、まあ、そのやり方に関してはね、みんなに任せるんですけど、ぜひですね、まあ、ほんと定期テストの後だけじゃないんだよね。普通の問題集やってる時とかもそうなんですけど、できない問題に出会った時、
に、ぜひ、そのできなかった問題を集めたノートっていうのを、いったこれからね、作ってってくれると、これが後々必ず役に立つから、いい問題集出来上がるんで、いいかな。ぜひね、よかったら試してみてください。